This is a lawsuit to keep Takahama units 3 and 4 stopped. Citizens have won in the lower courts, and now it's in appeals. And we want to, everybody is supporting, and we want to win in this victory. Wakasa, today is the world's nuclear power station, and there, やはり先陣を切ってこの裁判で、原発を止めなさいという判決や仮処分決定が下されたことを非常に勇気づけられありがたく思っているし、この判決処分をずっと維持し続けて日本の原子力政策の転換に寄与したいと願っています。で、私たちとしては、今まで、全力を尽くしてですね、主張と一生を行いました。で、まだもう少し言えるチャンスがあるならもう少しこういう主張をしたいということも若干ありましたけども、裁判官に裁判長に言わせるともうよく分かりましたと、非常に充実した書面を出していただいてありがとうございますとこう言われてたもんですから、だいたい、こんなところでいいかなという感じで、終わりました。我々としてはですね、もう少しだけ審理を続けさせてほしいということは申し上げました。その理由はですね、3点あったんですけれども、我々としてはですね、こちら側が根拠を挙げて主張している点について被告側からきちっとした反論がされていない項目があるということを言いました。例えばですね、1万年に1度の頻度でしか期待できないケウの地震動が10年間に4回も起きているのはなぜかと、この端的な質問に、関連が答えてないじゃないかと。それから松田式の誤差、ばらつきについて考慮していないことは規制委員会自身が定めた審査ガイドに違反しているじゃないかと。これ極めて重要な主張なんですけれども、そういう主張もしているけれども、これも反論がありません。それからアメリカのですね、ワッツバー原発という、ほとんど地震の起きない、地域におけるその原発の、確率論的安全評価というものの内容が、地震が非常に頻繁に起きている日本における確率論的安全評価の値とほとんど同じになっていると。10のマイナス4乗から10のマイナス5乗というほとんど変わらない値になっていてですね、これは数字の前かしがあるというふうにしか思えないという主張、これに対しても反論がないではないかと、こういった点について裁判所からきちんとした反論を促してほしいということを申し上げました。これに対してですね、裁判所はどういうことを言われたかといいますと、争点に詰まっていないのは確かにその通りだと。しかしその点についてはですね、その争点に対してその関西電力がきちっと答えてないということも踏まえて決定をしたいというふうにはっきり言われました。裁判長ですね、非常に判断に悩んでいるというようなことを口にされましたけれども、きっと私はいい結果を、導いてくださると裁判官の皆さんを心から信じて、結論が出る日を、決定の日を心待ちにしています。これから動かすっていうのはね、福島原発事故を見て、ひどい状況、恐ろしさを見た上で再稼働をさせるっていうのはね、これはもう過失犯じゃなくて、故意犯なんですよ。西川さん、原発止める権限があるわけですから、それにもかかわらず原発を動かして、そして事故が起きたとき、そして、放射能が広範囲に飛んでですね、琵琶湖の水が汚れて1500万人の人が水飲めなくなったとき、そういうことや、それから多くの被害者、死者やですね、放射能障害を受ける人たちが出てきたときに責任を取る覚悟があるのか、そういうことをよく考えてですね、再稼働を同意するかしないかを決めるべきだというふうに思います。西川さん、本当にそういう覚悟はあるんですか？